Hey, hello, hi there everyone. Hi there. そういうノリっすか。僕のマネタイプっすか。今回なんですけど、今回は自覚が紹介したい衝撃を受けた世界の料理。イエーイ。なんか僕なんかもう昼大学生やってるんですし、うん、たまに出張料理人とかもやってたりしてて世界史とかも好きですし、土井先生のおかげでいろいろ勉強になったんですけど、勉強してるうちにすごいいろんな食べ物にやっぱ興味を持てて、ですいろんなヘンテコな料理作ってるんですよ。そのせっかくなんでその料理をねよかったら紹介していきたいなと思いますんで、はい、よろしくお願いします。じゃあまず一つ目、ウズベキスタン。ウズベキスタンか。ウズベキスタンといえばやっぱケバブですね。ケバブって言うとみんな普通って思うんじゃないですか。そこが面白いことがあって、ケバブってトルコ語で肉って意味なんですよ。だから肉だけの意味です。例えばウズベキスタンだとカバブって言いますし、トルコだとケバブって言いますね。でそれでインドだとカバーブって言います。それはいろんなとこの方言で全部肉って意味なんですよ。でも肉料理って意味だから、トルコのケバブで言うとケバブサンドじゃないですか。でそれでインドだとシシカバブとかあるんじゃないですか。それはまあひき肉みたいな感じを棒みたいなやつに巻きつけて、でヨーグルトとか塗って焼くみたいな食べ物なんですけど、まあウズベキスタンで言うとその羊肉の串焼きみたいな感じなんですよ。それがすごい人気ですし、めちゃくちゃ美味しいですし、それすごいうまいんで、なんかよかったら食べてみてください。はい、これが一つですね。じゃあ次、グルーをお願いします。トゥルルルトン。ブラジル。ブラジルといえばもうシュラスコぐらいしか残ってないですよね。シュラスコはまあどういう食べ物かっていうと、これ結構知ってる人多いと思うんですけど、いや被るんですよね。ケバブとちょっと似てて。分かった、じゃあ次行こう。トゥルルルルルトン。アイルランド。アイルランドですね。アイルランドはこれ結構面白くて、アイルランド鶏料理を好んで食べるんですよ。みんな歴史上一回アイルランドからめちゃくちゃアメリカに移住したことがあったんじゃないですか。だからなんかアイルランド系移民とかケネディさんとかもそうでしたし、最初アイルランドはアイルランドのお酒を使ってで鶏を調理するみたいな感じのやつがあって、でそれをアメリカに持ってったんですよ。でそれで黒人が解放された後に、南部で、もともとアイルランドのそのチキンを改良してフライドチキンにしたんですけど、それがケンタッキーフライドチキンみたいな感じの食べ物なんですよ。だからそれがアメリカのフライチキンなんですよ。で、それでさらに韓国とかに改良されるなんかチーズの粉とかつけて食べれるやつになって、最近すごい流行ってるんですよね。ドラマとかによく出てくるやつです。だからすごいなんか、面白い変化の歴史が、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。あ、韓国ってあれだよ、チキン屋になるんでしょ、みんな。そうです、そうですか。韓国って、食失ったらチキン屋になるんですよ。そう、チキン屋になって、そうなんですよね。ホームレスになるでしょ、最後。そうですよね。そこの裏にも、アイルランドの料理があったんですよっていう話が。なるほど、はい。今回は非常にダメになるお話でした。絶対にどうでもいいって。ありがとうございました。ありがとうございました。世界の料理に興味がある人は、ぜひ、自覚くんの配信である、To You、To You っていうアプリでね、To You を見てください。はい、ということで、バイバーイ。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価と、そしてチャンネル登録お願いします。わかりやすくて楽しい授業をモットーに世界史の授業動画も展開しているので、そっちの方もよかったら見てください。 Twitter とインスタもやってるので、そっちも登録してくれると嬉しいです。ということで以上、終わり。バイバイ。